皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回は私が買ってきた業務スーパーの購入品をゆるく紹介していこうかと思います。よろしかったら最後までご覧くださいませ。今回のお買い物は一人で行ってきました。結構大量に購入いたしました。まずはサバと、あとブリですね。こちら照り焼きなのかなっていう感じでございます。我が家はね、完全肉食と言いますか、肉しか食べないので、久々にお魚を購入いたしました。魚ってね、生臭くて調理するのが苦手なんですが、味がついているということなので購入いたしました。はい、次にこちらね、結構前にも買ったことがあります、チキンカツですね。これ揚げるだけでいいのでめちゃめちゃ楽ですよね。私の中では業務スーパーといったら、こういう白身魚のフライとかスライスの玉ねぎの冷凍みたいな冷凍商品が有名なイメージでございます。次にこちら、春雨と我が家では欠かせない片栗粉でございます。片栗粉がね、めちゃめちゃなくなるんですよ。多分我が家では鶏肉を片栗粉をまぶして焼くことが多いので、すぐになくなるんだと思います。あ、これお恥ずかしいんですが、食器棚のネジが外れまして、どこのネジじゃろうと思って、こんなでっかいね、家具からネジが外れとったらちょっと怖くなりますよね。結局このネジは取っ手のところのネジだったので、なんか立て付けとかには一切なんだろう関係がなかったんですがびっくりしましたっていうことでした。はい、続きまして、見せてないんですが、マヨネーズとケチャップです。そろそろね、なくなりそうだったので購入いたしました。次にね、これもまた見せてないんですが、牛乳が4本でございます。我が家の牛乳使用量はかなりのものとなっております。多分1日1本飲んでるんじゃないかっていうぐらいですね。子供たちは飲まないんですけどねということは大人が全部飲んでいるということです。あ、こちら私がめっちゃテンションが上がって買ってしまったお漬物2種類でございます。よくあるお弁当とかに入っている漬物、すっごく大好きなんですよね。じゃけん旦那のね、お弁当用にという思いで購入いたしました。はい、次ですね、私の黄色のカバンの中に詰め込みました、こちらパンです。これめっちゃ有名ですよね。1本が、300円ぐらいでめちゃめちゃ安く購入いたしました。普通に美味しかったです。次にですね、こちらミスターブラウニーのカラフルチョコが上に乗っているものなんですかねこれはね、コストコで結構前に買ったものでめちゃめちゃ美味しくって、もう大感動した商品だったんですね。はい、それのマーブルチョコが上に乗っとるやつって思ったら絶対美味しいじゃんと思って、しかもコストコこの間行った時にはもうなかったんですよ。じゃけんめっちゃ悲しいなって思っていたら、業務スーパーで見つけまして、これは運命の出会いだって思って購入いたしました。はい、次にこちら卵が2パックと、あと納豆が2パックですね。はい、卵はお弁当を毎日作るので卵焼きとして使用するので、すごく大量に必要となっております。次、納豆ですね。はい、納豆はですね、旦那さんと息子くんの大好物でして、おかずをね全部平らげて、まだご飯が食べたいってね旦那が言う時には、納豆をとりあえず出しております。はい、そしたらだいぶ収まりますどこかで言ったかと思うんですが、旦那さんは本当に食べ尽くし系のおのこなので、はい、なのでね、おかず足りないんじゃろうなっていう時が時々ございます。はい、息子もね、納豆が大好きで、旦那が食べているのを見たら絶対僕も欲しいみたいな言い出すんで、我が家では毎回2パックぐらいは購入しております。はい、卵がねゼロだったので、もうねワクワクの心で詰めております。しかも業務スーパーって卵めちゃめちゃ安いんですね。 L サイズだったけど200円もいかんかったです。はい、次に2袋目でございます。これはカレーとシチューですね。これは週末に作っております。あとは生野菜のキャベツと白菜、そして玉ねぎを購入いたしました。今回の業務スーパーの購入品は冷凍食品を欲しいなって思って
購入しに行ったんですが、生のお野菜ももうカラッカラだったので、それもね買い足しも兼ねて購入しに行ってまいりました。この野菜の保存方法、私めんどくさくて全部袋に突っ込んでからね野菜室に入れちゃうんですが、皆さんはどう保存しておりますか？よろしかったら教えていただけたら幸いでございます。ただね、新聞は取っていないので新聞紙はございませんごめんなさい、わがままではい、次にこちら葉物ですね。小松菜とほうれん草、あとグリーンリーフだったかな、お野菜を購入いたしました。めちゃめちゃ安くて、グリーンリーフが特に、見てください、これ42円です。めちゃめちゃ安いですよね、びっくりしました。この葉っぱたちでしっかりとお野菜を取ろうと思います。次にこちらもやしですね、我が家は細いやつじゃなくって太いもやしの方が好きなので、毎回太もやしを買っております。次にこちら、さっきちょっとちらって見えたんですが、旦那さんの甘いパン、やっぱ買っちゃいましたね。はい、それとじゃがいもが2種類、あとふりかけが2種類、大葉と糸こんにゃくです。はい、肉じゃが作りたくって糸こんにゃくを購入いたしました。じゃがいもはですね、このでっかい方は煮込み料理とかに使って、このちっちゃい方はね旦那さんが好きなコンソメポテトみたいなやつを、皮付きのものをね作ろうと思ったので購入いたしました。ただコンソメがどっか行っちゃったので、はい、どっか行っちゃったというか、もうなくしてしまった、なくなってしまったので購入しに行かないといけないということで、めんどくさくて放置しております。はい、ということでね、2袋目、3袋目か、はい、そちらが終わりました。こちらはね私のお昼ご飯として購入いたしました。この丸ごとソーセージ焼いたらめちゃめちゃ美味しいですよねはい、ということで購入商品は以上となっております。なんか紹介漏れがあるようなないような気がするんですが、こんな感じとなっております。こちらブラウニーちょっと食べてみたいと思います。絶対美味しい予感しかしないんですが、この袋ねどうしても開かないんですよ。手でねやっても全然開かない。私結構爪ね最近は長いんですが全然開かなかったです。もうイライラしてね、あのハサミでカットしちゃいます。はい、ということで今回の購入品の、あの金額っていうのは家計簿の方で発表いたしますので、まあ、一応1万円以内には収まることができました。ただこの後ねバナナとかトマトとか購入し忘れたものがねあったので、それも購入しに行きました。はい、最悪ですね。はい、そしてお話は戻るんですが、このブラウニーめちゃめちゃ美味しかったです。はい、あのマーブルチョコがすごいカリカリってなってて、もうチョコレートのね生地はしっとりみたいな状態なのですごい美味しかった。これをコストコで大量に売ってほしいです。そしたら買いますそんぐらい美味しかったです。またねコストコでこいつが出てくれたらまた購入したいなって思っております。まあ次コストコ行くとしても4月かな、4月なのかなっていう感じでございます。なんか旦那さんのお母さんがね一緒に行きたい言うてたんで誘っていくかなっていう感じでございます。その時はねまた紹介できたらなとか思っております。その旦那さん家族のことに関してもねちょっとお話ししたいことがあるというか、共有したいなっていうことがあるので、またそれも動画撮らせていただきます。はい、ということで今回の動画はここまでとなっております。本日もここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。お疲れ様です。